では新型コロナウイルス関連のニュースをお伝えします。県は今日午前10時までに398件の検査を行い、1人が陽性だったと発表しました。感染経路は分かっていません。県内で感染者が発表されるのは今月18日以来8日ぶりです。なお、感染状況を示すモニタリング指標は4つの項目ともにステージ1が続いています。